22個のクーポルをいただく、木地島の県栄聖堂。木地島の木造教会建築群は、世界遺産。釘を全く使っていないことで知られる。3つの異なる様式の建造物による調和。左から県栄聖堂、酒楼、生新城肥後聖堂。木地島の県栄聖堂は、ロシア正教会の聖堂。木地島の木造教会建築として、他の木地島の建築群とともに、1990年にユネスコの世界遺産に登録された。木地島は、カレリア地方のオネガ湖にある島々の一つである。1714年に建立。主の県栄祭りを記憶している。県栄聖堂は暖房設備を備えておらず、夏の短い期間のみ使用される。ロシアの他の修道院にも類例があるが、暖房を必要とする季節の方針令に際しては、冬の聖堂として建てられた、隣接する生新城肥後聖堂が使用される。県栄聖堂を取り囲む、城壁内には、県栄聖堂、酒楼、生新城肥後聖堂の3つの建築が現存する。古くに存在した付随する建物群は失われている。丸屋根を持つ生新城肥後聖堂、自生された垂直な形状を持つ酒楼、多数の丸屋根が天空を目指している県栄聖堂。これら3つの建築の形状、空間配分の比率が精査された美しい調和を構成しているとされる。ありがとうございます。